8月29日と30日、つくばエクスプレス守谷駅前で雪合戦が行われました。ゲームは相手のフラッグを先に取った方が勝ちです。ゲームはコートを入れ替えて行われ、先に2回勝った方がその試合の勝ちとなります。雪玉はこのように作ります。まず氷を機械で砕いて雪にします。それを型に入れて玉にします。それを取り出してケースに入れて会場に運びます。